皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、キャラバランス調整が来ました。そしてですね、ちょっと申し訳ないんですけど、キャラバランス調整ですね、間違えてタップしてしまってもう中身見ちゃったんですよね。なのでね、いつもみたいに中身見てない状態でみたいな、あんな感じのね、動画にはならないんですけど、今回ね、キャラバランス調整の内容を見て、もう一度ね、見直して、かつ、そのね、修正されたキャラ使っていきたいと思います。というわけで見ていきましょう。はい、サイクロスケルトン強化されましたね。攻撃力が増加しまして約 6%、まあ、サイクロスケルトン本体が増加してるんで気分関係なく増加ですね。そして、スキル骨からビームの威力を増加、火力アップ、スキル骨からビームで投げた頭のステータスを増加、まあ、頭が死にづらくなったってことよね。サイクロプスの気分の骨からビームの威力が増加する効果を強化しました。なのでスケルトンの気分に関しては気分の強化はされてないと。ただされてないけど、そもそものサイクロスケルトンの強化がされてる。火力面だね、完全に今回は。火力面。で、頭のステータス上げで頭が耐久値高くなったから、その頭がまたね、殴り続けられるよっていう火力面だね。そして、次、サンドドラゴン。攻撃力減少 3%。はい、強すぎたんでね。まあ、下方はね、まあ、しょうがないのかなと思いますが。この前ね、雷装のね、ヒット数が、4回で壊れるようになった。次またね、3回で壊れるようになったってね、どんどん下方されて、また攻撃力減少なんで、前からず最強すぎたってことですね。これでどれぐらいサンドラが調整されてるか分かりませんが。はい。まあ、やってみたいと思いますね。サンドラ今度ね。続いていきます。ガオーダーク。スキル、ネコフリーズで地面を凍結した際の凍結時間を減少しました。キャラクターを凍結させる時間は変更してません。まあ、つまりはね、地面凍結してると、その地面凍結フィールドにいる間にダメージが入ったりするじゃないですか。まあ、あの時間を短くしたから、まあ、キャラ出せるよと。剣士出しやすいよと。そんな感じになるかなと思います。はい。続いて、最後、バフォメットが、スキル威力減少と。まあめちゃめちゃ強かった。ここら辺のね、もう本当にトップ3にやばい気やつらはね、まあ致し方ないのかなと思います。まあそのうちね、トレントの裏技も加工されるんじゃないかなと思います。まあ、トレント本体はね、弱くなると思わないけど、実際そもそもトレントって環境的に強いのもあるんだよね。サンドラ、ガオ、バフォメットっていうね、こいつらはやばくて全部迎撃王座なんで、トレントが有利なんだよねっていうのもあって熱いんですけど、まあこれでね、トレントがどうなるか、まあ間違いなく今は環境なんでそれでは今回はサイクロスケットン使っていきましょう。はい、それでは行きましょう。1戦目、初戦ですね。サイクロスケルトンがどんな挙動をするのかしっかり見ていきましょうか。攻撃力が増加して火力アップ 6% って結構大きいからね。で、スキル骨からビームの火力アップ、骨からビームで頭を飛ばした時の頭の耐久値がアップ。さらに、サイクロスケルトン、スケルトンじゃない、サイクロの気分の方だね。サイクロの気分の方の、スキルの威力がアップと言ってみますか。これパンダ来たらやべえけどね。その時はもうサイクロスケルトンに頑張ってもらおう。頑張れんのか知らんけど。間違いなく弱かった、このキャラは。だって何が強いか理解できなかったもん。なんか上手い使い方あったらワンチャンあるかなと思ったけど、なかった。もしかしたら上手い使い方を編み出した人はいたかもしれないけど、俺が知ってる限りはない。まずが間違いなく邪気だった。とりあえず、これ生きてんなもん。お試ししてみるか。コツンビーム、おお。倒してビームって、取って戻ってきて、で、え、拘束したのになんで足取れないの。取った、来たよ。で、寄るじゃん絶対に。さあ、ビーム。どうこのビームのダメージ。これ、カエル取られてね、俺。さあ、バラバラ分解されてった。カエルドン。俺のカエルあんま飛ばないでほしいな。やられちゃったね。これでカエル終わりでしょ、一応。取られたらやばいんだけど。トントン。飛んないでほしい。倒してくれば何でもいい。さあ、奪った。来たね。悟空壁にしようか。火力出してく。いやー、飛ばされたから最後。やられたくない、できれば。耐えてほしい。で、もう一体いいんだよね、白前に。やべえのが。こいつを小悪魔で処理して、まあ、さすがにいけるかな。
なんか中型に与えてるビームの火力は高かったように見えたけど、強かったんかな。正面に切られたバフメットに対しては、まあ普通に負けた。普通に倒しきれずに負けたけど、カエルも添えたけど俺。3体出したからな、そこね。まあ1体呼ばれたけど。ただ、今、まあバフメットに狩られたけど、復活しそうになってたようには見えたけど、まあタイミングとかもあるんだろうけど、復活できずにやられたかな、結局は。よくわかんないね。どうなんだろう。グリドラの回復を上げたら強いんじゃないか。早めにサイクロスケルトン行って、相手がカウンターで切ってきた技にグリドラ合わせて回復して、ただ、横当て大型使われちゃうと、きついな。大型を狩れる火力がない。リムル。コストなるべく残すか。取って、こんだけど、これ多分打たなきゃいけないかも。いや、いらんかったな。無駄逮捕、もったいね。あ、まあいいわ。結局はいいわ。3食ちゃんと食べるだね。さあ、来たよ。さあ、回復を上げて、サイクロスクッズのビーム打ってくんないかな、これ。打ってくれたら死ぬけど。ビーム。どうなんだこれは。ドン。まあとりあえず倒してたのが偉いわ。問題はこの後。取られちゃダメ。まあ勝ったけど、ビーム打ってないような気がするんだけど、サイクロスケルトン、戦いに対して。うん、まあ次行きましょうか。まあ、もしかしたらサイクロスケルトンを召喚する適切なタイミングがあるかもしれないんだけど、復活っていう要素がある時点で先に切った方が強いような気もするんだけど、どうなんだろう。カウンターで切った方が強いのか、先に切った方が強いのか、なんとも言えない、難しい。まあ一応進撃大型のほとんどにね、有効っていうあれを持ってるんで、それをうまく使いたいですよね。猫か。まあ撃たれるよね。飛ぶよね。まあひとまずカンガルーいきます。いいんじゃない。吸い込んだのもよし。問題はこの後、そのキラー B をやりきってほしい。さあ、メギド打ってくれた。取ったよ。でかいよこれ。こいつもやれるじゃん。やれればよし。OK。で、行くか、カンガルー。さあ、恨み対象変更。ここ、悟空で行くか。悟空でいいや。恨み変わんなよ。うん。倒せる、いいよ。爆発で壊す。で、リムル取れるね、取り出を。取っていく、いいよ。まだ再生きてる、再生きってないんだけど。相手の方に合わせたい。あれ、これ相手の方いない。全然数えてなかったんだけど。
あ、もう行くか。いるよね。なるほどね。ロボか。で、ガジガジして、ガジガジして、ガジガジして、うん、うん、わからん。何もわからんわ。さあ、それではラストいきましょうか。まあサイクロの気分も骨からビームの火力も上がってるらしいんですけど、わからないね。全然なんかめっちゃ高いって感じしないし、全然なんか強いかどうかがわからない。わからないことはわかる。うーん、水田剣士、あーどうなんだこれ。撃たれんだよな、スキルを。まずもし、人がキラー B で素早く処理して麻痺入れた。 OK、 素晴らしい。ここもやってくれた。でキラー B と人が強すぎる。マジ強い。なんだこいつら、バケモンだろ。一体何体葬ってんだよ。やばすぎる、やばすぎ、やばすぎ。終わってる、終わってる。新しい人が投入。マジで終わってんだけど、何これ。ぶっ飛んでる、ぶっ飛んでる。やってることだいぶやばいよこれ。やってることだいぶやばい。強すぎ、意味わかんない。超コスト勝ちしてるよこれ。超コスト勝ちしてるし、いやもう意味わかんない、マジで。リトルガール、気持ち悪い、このキャラ強すぎて。これこれがいこう。尾形、これ尾形。よく当てやん。ユウスケ初回当てるや。全然戻ってくれ。来た、行くか。ビーム、やられた。妻に戻ってくる。射程勝ってるからね。これ今のことはサイクロプスでもできる一応。はい、ありがとうございました。まあでも確かにキメがボルテージ中なのに結構削ってくれてはいたな、サイクロスケルトンもビーム。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。攻撃力が上がったね、サイクロスケルトン使っていきました。 6% 上がってるらしいんでガッツリですね。そしてね、サイクロのね、気分の性能も上がってるし、はい、サイクロスケルトン自体のビームの火力も上がってるし、ビームの時に頭投げた時の頭の耐久値上がってるらしいです。まあ壊れてないのはいいことだと思うんですけど、今回の調整で壊れは感じませんでした。もしかしたら、あ、まあ全然ね、弱かったと思って使ってないんで、最初しかやり込んでないから、強化後にまだこれ初プレイなんで、はい。もしかしたら上手い使い方があって、実際は強キャラかもしれない。だ今すぐ判断はできないんですよ。できないんですけど、壊れキャラって、ちょろっと触ったら、あ、ぶっ壊れって感じるんで、そうは感じなかったんですよね。なので結構いいバランスなのかもしれないですね。はい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。